どういう機械使ってるんです？あのですね、なんかね、そのね、機械を譲ってもらって、その譲ってもらった時に、まあ、ガレージ、友達のバイク屋さんが、そのガレージ辞めるっていうことで、一応溶接作業、あ、マジっすか。ちょっと、マジ、で、それ、ガレージ辞めるっていうことで、その、あれだったんですよ。譲ってもらったんですけど、で、その譲ってもらう日に使い方聞こうとしたんですよ。で、使い方聞こうとしたけど、あ、ごめんなさい、ジュリアン・モーターズ。ジュリアン・モーターズありますね、近くにね。あれ、もう潰れたの？古着屋さんとかもやってましたよね。古着屋さん、子供服か。これです。で、一応、使い方が全く、つなぎ方とか全くわからんですよね。ガスとかこれ爆発しますよね。怖いな、ちょっと怖いな。怖いな。で、その人がまた来てくれるよって言ってるんですけど、使えるなら使いたいやないです。使いたいですよね、なんて思ってて。これなんかスイッチとかあるんですよね。ガスは、これでね、これなんですよ。で、すでにガスはずっと、うわ、なんやこれ。すでにガスはつながってるんですよ。この溶接機にはガスはつながってて、これを、あ、なんか見えてなかったかな。それを、そう、これがもうつながってるんですよね、これは。こっちには。で、それをこれに。これにつなぐと思うんですよね。三方溶接機ガスタンク、結構年季入ってますね。あ、これクソ重たいやつですよね。もらったけど使わないのでヤフオクで売りました。そう、いつもこれめちゃくちゃ重かったんですよ。もう異常に2人でもうめちゃくちゃ重くて、これを、で、その時に、これで閉めてくださいねって言っとったんですよね。全然わからんかったんですけど。三方溶接機ガスタンク。ちょっとこれ、その通りです。ちょっとやってみようか。わ、やばい、緊張してきた。で、現実逃避をしてるような感じですけど、これはけど僕の今年やりたかったことなんで、これを、なんかぼやけちゃってますね。ライブで 可能性ありますからね、マジで。おい、くしゃー！うわ、びっくりした！びっくりした！なんか倒れたぞ。これでいいのかな？ここで、これで締め込みはいいってことですね。で、これで締め込みはいいってことですね。
で渡辺さん、これでちょっと画像がめっちゃ悪いですよ。ちょっとちゃんとした場所に行こう。やばい、ちょっと緊張してきた。なんかピントが全然あったでしょ。こんばんは、爆発ですが、KK さん、こんばんは、爆発ですが、遺言ありますか。ちょっと待ってください。これ使いたいんですよ、僕。こうして、今これをつけたんですよ。これをつけて、そうすると画像があるかな。ちょっと待ってください。やべえ、ちょっと楽しくなってきちゃったな。ない、あの、作業がよりこっちの方が言い訳ですけど、タバコ吸いながらやってみてください。やばいですよね。それはやばいですよね。けど漏れはないですよね、絶対。ちょっと待ってくださいね。今ちょっとライブ設定してますんで。今から何に使うんだ。なんとなくその一回も使ったことないんですよ。ここに来てからもう。もうあれ飽きちゃってる。飽きてないです。たまにはそういう日もあってよくないですか。ちょっとこれ結構良くなったんじゃないですか。ガスコック開けてプレッシャーゲージを調節するんですが、電流の強さによって変えます。緊張してきた。ガスコック、今まだガスコックは開けてないんですよ。ガレージって書いてあるの、これ。なんこれ、バイクガレージってなんなんだ。よし、じゃあ、あ、私が使っていた娘に日光生火事のサムネ。マジですか。ちょっと待ってくださいね。ちょっとこれをちょっとカメラもう一回ちょっとセッティングしました。ピーポーピーポーって。で、あれ、赤いじゃないですか。だって今日はいかん。今日はカメラが回っちゃうよ。どうしたらいいんだ。うわ、焦ってる。よし、これでどう。あ、いいかな。よし。じゃあ渡辺さん、ちょっともうちょっとやってもらっていいですかね。なるはやで急ぎますんで。ピーポーピーポー、私使ってたらこんなスイッチじゃないですね。ドカーンボカーン。ちょっと待ってください。で、これを開くわけですよね。これを開く。オープン。ちょ、怖っ。なぁ、怖っ。うわ、ちょっと待って、ここもう一回閉めた方がいいよね、きっちりね。よし、ガチガチくん。ちょっと待ってください。これメーターの中になんかゴミ入ってるけどいいんかな、これ。ゴミみたいなの。まあちょっと開きますわ。あ、開いた。あれ、で、やべ、で、まだ匂ってないや。で、どうすんだろうな。
今あれ開いたんですよね、一応開いてキュッてね、なんかね、ここにボールみたいのがあって、これが一瞬動いたんですよ。で、今開いてる状態ですね。こわなんかね、ここにね、見えん、なんかね、ここにね、目が見えん。やべえ、ガスメーターに、バイクのメーターには小さい虫がために入る、小さい雲とか。圧力ですね。まるもっチャンネルさん、ありがとうございます。圧力、わからん。ボール動いて下がりましたか、渡辺さん。下がりました。佐藤さん、ガスチェックのボタンあります？ガスチェック、このボールは一回上がって下がった状態で、もう今こっち結構開いてます。で、メーターは動いてないですね。これゼロです。これけど、このメーターが動くかどうかもわからんですよ。これ、ここに今オープンシットオープンと S、 なんか何やろこれ、もう見えん。ちょっと待って、やべ、老眼鏡がいるのかな。ちょっとでもさ、やってたやつに出る。ティグ溶接、シャフト、半自動溶接機、ガチェックのボタンあります、半自動溶接機。あのですね、僕自体が全く、これ回しますね、ここボールが動いて止まりました。ここちょっと、ここにってめっちゃここに、よし、ちょっと開くわ。オープンで一応これ書いてあるから、あれ、これは調節器なのかな。ローメーター、電源入れてみますね、これ電源入れてみましょうか。おー、びっくりした。電源つないでないじゃん。怖え。これだ。これをどうしよう。あれ？あれ？これあるんですけど、これどこに刺すんだろう。これ電源ですよね、多分。これどこに刺すんだ。あ、分かったぞ。これなんかビャーって使うやつですよね。これ多分溶接できるやつですよね。これを、上につけるんだ。あ、電源電気屋さんにやってもらって、で、やればいいよとか、動くのは確認しましたなんて言っとったんですよ、その電気の人が。これに電源が入ることは、あれ、これどこにつなぐんだ。あー、もうちょっとなんか、ちょっと落ち着く。200V、渡辺さん、そうなんですよ、 200V 電源なんですよ。で、 200V 引いたんすわ。3層ですね。わー、びっくりした。ハンドスイッチにしました。自分はパナソニックです。佐藤さんの言う通り、ガスチェックのボタンがあれば。自分はパナソニックです。わー、びっくりした。溶接の電源を入れて、トーチのスイッチを入れると、ガスが、トーチのスイッチ、電源を入れて、で、ちょっと待って、電源、あ、そういうこと、あ、そう
ちょっとカメラちょっとすげえ、全然知らなかった俺。もうね、電気屋さんに任せっぱなしだったんですよ。で、年末とかだったんで、工事やってもらったよっていうことで、皆さんここに見てください。これやないですか、これ。ちょっと待って、電源これじゃないですか、あの白いやつ。そういうこと？あ、そういうことか。そういうことか。あそこに繋ぐんだ。ちょっと待って待って待って。ちょっと待って。キキになっとるね。よし。そうだ、これを。ここに繋ぐんだ。これ乗っていいのかな、このこれ乗っていいのかな、いいのかな。まあ乗っちゃおう。なんかこっちだったらいいか。めっちゃ大変やんこれ。よいしょ。これここか。あれ違うじゃん。これ普通の電源じゃんこれ。あれあれ、ここをね、電気屋さんにいじってもらったんですよ。あれ、これどこに刺す、いや、まずガスとかの問題じゃなくて、刺すとこがわからん。刺すとこが。電気屋さんに電話しようかな。ちょっとカメラ下ろしますね、一旦。全然わからんわ。ああ。全然わからなくなっちゃいました。カメラじゃなくて、電源を入れる場所がわからないって最悪ですよね。ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってください。どっかなんかないのかな。見当たらないんですよね。これ倒れたらやばいのかな。あ、ごめんね。あのさ、これ電源入れる場所がないんだけど。あのでっかいさ、200ボルトのところコンセントあるじゃん。これってどこに繋ぐ？下のとこ、巻いてあったよ。あ、これ？これをどこにつければいいの？メスがどこにおるのかわからんだわ。いや、この溶接機の裏っちゅうこと。うん、これの要はメスがおるってこと？ちょっと待って、メスなんか全然見当たん。オスとメスない。あれ、これが、うん、冷蔵庫？冷蔵庫って裏のこと？裏まで持ってくのこれ。ああ、そういうこと？届くのこれ。うん。じゃあこれを、ここのコンセントを裏のドアのとこまで持ってくってこと？伸びるのこれ、そんなに。
ああ、分かった。だって電源入ったって取ったもんね。ちょっと待って待って、じゃあちょっとこれ裏のどこ、ちょっと待って待って、全然知らなかった。ちょっと待って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 。じゃあ向こうか、そっちからも水は引っ張れるんだ。メスも引っ張れるの、こっちもらったけど。おっ、おったおったおった。おった。あ、これ。おいいよ。これをつなげばいい。まずこれ繋がないかも。そう、これ繋ぎ方どういうふうでもいいの。何言ってるか全然聞こえない。あ、ブレーカーオフになってるの。ちょっと待って待って、ちょっと待ってよ。ここはオンになっとるよ。全部入るになっとるよ。裏のブレーカー、裏の動力ブレーカーなんかこれ見たことないじゃん。ちょっと待って待って待って、知らん知らん知らん。そういうことね。了解。あれが、で、これであとはやればいいってこと？うん。マジ？今ガス繋いだんだわ。やべえって思って、やり方わからんもんでさ、どうしようかなと思ってドキドキしたから、もう今爆発すんじゃねえかとかさ。それはない、大丈夫。了解了解。じゃあちょっとまたなんかあとがあったらメールは作るわ。はいはいはい、ありがとう。はい。オッケーです、オッケーです。今、僕全然さっきのコンセントが裏にあるなんて知らなくて、今聞いたら電気屋さん、そのやってく、まあいいや。これで電源入るはずです。いきます。怖いな。ちょっとコメント見よう。最初から聞いとけ。メスの穴ブレーカーで切ったり入れたり、メスは外に出てるよ。一服しませんか。ワクワク。シュンディスなんですよ、電気屋さん。200ボルト電源。そうそうそう。よしよしよし。とりあえず電源をゲットしました。で、ブレーカー向こうに奥にあったんで、200ボルトのブレーカーが。ここ今200ボルトと100ボルトが両方あるんですよ。クーラーが200ボルト。ちょっと使い怖い。ちょっと待ってよ。で、こういうのとかやばいんかな。こういうのとかなんか触ってたとかしてやばいんかな。バチバチになっちゃうんかな。ちょっと待って。これがトーチってやつです。トーチ。これだよね。ああ、こういうボタンがあるよ。これ押すとガスが出る。これ、じゃあとりあえず行きますね。とりあえず行きます。ちょ、ガス。ちょっと待って。
これはちょっと待って、どういうせあれ、これアーク溶接も使えるって言ってて、もう分からんな、これなんや、よし、ガス出口、よし、行きます、もう行きますよ、来た来てるよね、これ。何のボタン押すの？けけなどかいはない。これさ、なんかこれ近いの怖いよね、これ。で？トーチのボタンを押すってことですか？トーチですか？これですか？これ押していいの？これ押していいの？押したらどうなっちゃう？アース線は溶接台につないでください。アース線、ちょっと待って、ちょっと冷静に、ちょっとあれ、ちょっとやばい、これがアース線かな、これアース線かな、ガス出ます、嘘、これをこの一応作業台はここに作業台はあるんですよ、ここに作業台があって、なんか作業台に直接アース取るなんて言っとったんですよね、そいつは、そのくれた人、これをここにつなげばいいですか、ここにつなぎます、なんかこれで、でトーチを押すんですか、ヘルメットかぶる、 ちなみにこれめっちゃ部屋の中ですけどいいんですかね、こんな目の保護を丸山さんありがとうございます、これですよね、これやべ、汗かいてる、まさか、かぶって、ちょっと待って、これかぶるのはいいんですけど、ちょっと待ってよ、これ今押したらガス出るんですかね、アークはそのね、これを押していいですか、まず一回ここ押していいっす、出た、で出てどうすんの、ここにあると、怖い、誰か来て、ちょっと待って、コメントを求む、動く、ガスのボール動いて上に上がって下がってきます、なんかくっつけてみましょうか、どうやってちょっと待って、鉄持ってこなかったんですよ、鉄ってな、なの、鉄、待て、じゃちょっとここを掃除しよう、ここね、ここ、これはなんか使うっぽいよね、こうちょっと、ここを掃除してだな、
これやばいですね。やばいことになってきたぞ。こういうことか。で、今鉄持ってきたんですよ、鉄。これ、鉄ですよ。ステム。で、とりあえず鉄でいいでしょう。鉄、これ鉄ですよ。鉄。で、どうすればいいですか。で、ガス出るから、なんか棒があるんですよ。これと、これと、なんかこうやって、トーチをこうやってやればいいですか。ちょっとやばいテンパってる、めっちゃテンパってる。待って、テンパってるよこれ。で、夜になったら今日は。で、こうして、アースは繋いであるんですよ。そしてトーチの先端はどうなってます。ハンダゴテみたいな感じ。わかんない。ハンダゴテ。トーチの先端はなんかこうなってます。見ます、トーチの先端。で、これ押すと動いとる。こーわっ、シューっていってる。で、こっからです。こっからあ、そういうことか。これでこうやってやればいいんか。そういうことか。そういうことですか。これでこうやって、ちょっと待って待って。けどこのアース、これ取れてんかな。これ取れてるかな。怖い。これでアースで、アースいってるかな。コメント、押した時にトリプルツリーと机をくっつけても針出てます。ハンダゴテ見た。針出てますよ。針みたいなの出てます。あれ、これ針みたいに出てます。この状態で、これトップブリッジ、これアース取れとるんですかね。取れとるってことになりますよね。ちょっとトイレ行っていいですか。ちょっとトイレちょっと行きます。すいません。ちょっといきます。手袋して、あ、え、これがうまいこと、これがなんかうまいことさ、ねえ、なんかできないんですよ。これがなんかキュッてはまっ、なんかなんだ、なんちゅうんだよな。できた。あいつ買おうとこなくってよな、マジで。こんな時よし、これでこうすればいいわけですね。これやな。うわ、怖っ。きた。何が起きてる。
何が起きてる？わからない。こういうことか。いいのかな、これ触っていいの？じゃあこれ、ここ持ってみましょうか、これ。これさ、ここ多分、あれ、ま、いいか、これ別にいいか。ちょっと、いい、なんとなくわか、使い方が全然わかんないけど、使い方っていうか。もう一回行ってみます。だんだん慣れてきました。なんとなくわかった。なんとなくわかった。めっちゃ下手ですよね。でん、鉄板2枚を付け合わせた方がわかりやすいですよ。あっちっち。あ、ちょっと待って待って待って。やばい。よし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 。手袋、持ち手、圧力は、圧力は、アースクランプを、安定してるからアースクランプを直接してみる。あ、掴んだらどうですか。感着棒はいません。YouTube 見ましょう。YouTube 見たいんですけど、今これ、僕、パソコンがないんですよね。研磨しないと、棒は使わないで熱してみて。あ、熱、あ、そういうことか。これで熱するだけで。めっちゃ目痛かった、今。これ熱、これ、あれ、目が焼ける。どうなんだろう。一応熱してみました。研磨しないと基本棒は使わないで、電流値は、電流値8ってなってます。直流で、ちょっと一本ちょっと休憩してた。とりあえずなんとなく分かりましたね。今のビーって落としたでしょ。はい。遠いとスパークしますよ。研磨し、あ、直流で良いです。直流でいいわけですよね。 OK です。おっしゃ。で、この棒は、これとこの棒とか、これとか、これか、この細いやつ、これを手袋持たなきゃね、危ないね。で、クレーターなしでも良いですね。クレーターなし、今のビーって音、これを、これで一回やってみようかな。目が焼けるんだよね。目が焼けるから、これをつけると。めっちゃこれ、もっとビューってなんかさ、うまい風になってほしいですよね。目が焼けそう。で、こう、見え、これつけたら見えんもん。これ先っぽが見えないです。あ、ここか。で、これをビューンって押し付けていくような感じ。くっついちゃった。ちょっと、はあ、熱い。何か、 あちょっとできてる。
ちょっとできてるかな。熱い、熱い。ちょっと練習します。ちょっとなんかこんな感じいいんですかね。全然わかんないけど。漏れてる。ちょっと持った。こういうことか。あ、マジやべえなこれ。ちょっと待って。よし、なんかこっちの方がなんか太いんで、こっちで今度行ってみます。見やすい。なんか分かったね。よし、分かりました、分かりました。 OK です。こういうことですね、大体。怖っ。じゃあちょっとこれで終わるときは電源を落としていいのかな。このまま電源バンと落としちゃっていいですかね。数ハンダゴテの容量で溶かして溶接し、ああ、それを連続で熱して温まった時にその棒、あ、研磨っていうのはここが要は塗られてるからってことですよね、多分ね。オッケー、分かった。え、であとこれ電源パチッと下ろしちゃっていいのかな。今これ終わりたいんだけど、どうしたらいいのかな。パチッと落としちゃえばいいのかな。落とそっか。そうなんですよ、KK さん。それで僕、なんとか本体の電源を切る。あ、ありがとうございます。丸本チャンネルさんもありがとうございます。電源を切る。で、ここのガスを、で、あとここのガス閉めればいいんですかね。この上のガス。斜めになってます。ここのガス。これでここを閉めればいい。これでいいのかな。これで終わり。やったありがとうございます。皆さん本当ありがとうございました。マジずっとこれ僕ね、使い方が分からなくて、どうしようかってずっと思ってたんですよ。ショベルはここにあります。よっしゃー、そういうことですね。酸素スイッチ、念のため酸素スイッチを抜く。酸素スイッチってなんですか。酸素スイッチ、あの押すとメスの電源ってことですか。ガスボンベにアースをつないでボンベを溶接します。そうです。あ、一応念のためアルミとか。よっしゃ、なんとかやったぞいい日だ。これですね、これを抜いてきました、今。あれ、あ、これか、こうか、これを抜いてきました。するとバーンちょっと待ってください、バーンは怖いですよ。安全のため、そうですね、安全のため。私、ボンベランスを伝えて、ボンベやべえです。あー、けどよかったです、マジありがとうございます。本当も困ってて、これを譲っていただいた方にわざわざ来てもらうのもやらしいなと思ってて、だからちょっとすごいあれだったんですよ。すごいどうしようか。分かった、ありがとうございます。本当にありがとうございます。で、ガスはあれ上だけ閉めとき、これあとこれ火事にならんすかね、これ。ありがとうございます、安全第一。
お願いします。ありがとうございます。火事になりそうですよね、これ結構ね。ちょっとしっかりやらないと。あの結構こうビーってこうやってさっきこうまあステムがこうやってあったとして、こっちからビーってやっ、まあ、こっちからかこうビーってやって200ボルトに変えた時の金額とか、あのですね、それはですね1万3000円ぐらいです。溶接機の上にブレーカー、溶接機の上にブレーカーつけた方が楽ですね。はいはいはい。なんかね電気がちょっとその上にブレーカーあるんですけど、上にブレーカーがこのブレーカーからは引けなかったんですよね。で裏に200ボルトが来てて、そっから引くようにしたんですよ。うん、で今これちょうどクーラー見えますよね。これが200ボルトでこれと両方で使うっていう形なんですよね。だから夏このクーラー使うときは溶接機は使えないみたいな感じですかね。うん、で値段の方は1万3000円ぐらいで作ってくれましたね。うん、その流れっていうんですかね。あーよかった、怖かった、マジで本当だね。アーク棒の溶接は気をつけてください。アーク棒の溶接は気をつけてください。アークって僕100ボルトのアークは使う、ベタってくっつけちゃう、くっついちゃうってやつです。これのことアーク棒って、あれの上にある分電盤は炭素、その溶接機は酸素ですね。あーなんかちょっと火花が怖かったな。火花がすごいのね、火事に。やっぱ火花すごいですよねちょっと考えないかんですね、これ状況的にめっちゃある。ちょっと見てもらっていいですかね。これねちょっと絶対危ないと思うんですよね。これ今ね、こういう状態、こんなひらひら、ひらひらのなんかこんな布みたいな、このカーカー、これ危ないですよね、これ絶対。で、今やってたとこはここなんですよ。うん、こんな感じで、ここの上はちょっと危ないから、ちょっと考えなあかんですね。火花めっちゃ出てたもんね。で、ちょっとまだ皆さんお話聞いてもらっていいですか。これは何なんですか。これは溶接する。なべさん、自分ティグ溶接機ポチです。そうなんです、僕もずっと欲しくて、けども200ボルトだとかそのなんだっけ、その使い方とかが分かんなくて。まあ、伊藤さん、ちょっとできました。溶接装置、できました、できました。ありがとうございます。ありがとうございます。これって何ですかね、これ。これも溶接するための溶接棒？さっきのあのガスがビューって出た、あれに、この先をこうやってやってりゃいいってことですよね、多分。と、あと、これか。さっき使ってた、これさっき使ってたやつなんですけど、間着棒です。違う？これは違うんですか、これ。イコさんいますよね。これは違うのか。うん、でこれはそういう風に使うもんですよね、多分。これにガスギャーって当ててジューッで、あーよかった。これなんすか、これまっすぐのやつは間着棒、まっすぐこれですよね。間着棒っていうのはこれでその要は溶接を盛るというか、くっつけてくってやつです。くっつける、まあ、接着剤、これがまあ接着剤みたいなもんってことですよね。これはなんすかね、これ。これも間着棒？肉盛り？これ、あ、そうか。これ溶接するときにこれも、なんでここだけ赤いんですかね。こっちからやるってこと、あ、こっちから、赤い方じゃなくて、
こっちからやるっていうことです。いきなりちょっと勉強僕もあとからあの YouTube いろいろ見ますけど、この赤い方じゃなくてこっちをこうでーってつけていくってことですかね。あとね、これなんだこれ、あ、ノズルって書いてある。肉盛り、これパナソニックの、うん、これなんか消耗品なんですよね。その時にね、一緒に先端の鉛筆、先端を鉛筆の先のようにする。ほう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 、まあそれやってると、こう溶接やってると先端が丸まってきちゃうってことですかね。ちょっといろいろ、いきなり今日なんか渡辺さんがおられたんでいきなりやっちゃって、ちょっとあれだったんですけど、よかったです。ありがとうございます。本当に皆さんありがとうございます。ありがとうございます。よかった。はい、もう1時間もやっちゃってましたね。あーけどよかった。結構これ今年のあれだったんですよね。目標っていうか、やらないといけないことってずっと前倒しにしてて、でその電気屋さんもその溶接機のことは分からなかったんで、電源だけは入ったことは確認したよっていう話だったんですよ。うん、だから、はあ、どら汗かいたぞ。今日めっちゃ寒い、寒かったのめっちゃ汗かきました。はあ、緊張、はあ、こういうのがあのドット溶接機は何でもできますね。そうですね、溶接機はいろいろね、なんかね、棚とかも作るとかって考えてるし、あとあの特殊工具、うん、もうちょっと作っていきたいなと思ってるんですよね。うん、まずは特殊工具、あとなんかあのなんだっけ、いっぺんに酔いもされます佐藤さん、いっぺんに酔いもされます。いや僕めっちゃ緊張しました、マジでめっちゃ緊張した、本当に一人でやれるとは思ってなかったから。けどあのつまみとかいろいろあれでなんかこうなんかさ、あのつまみとかボタンとかめっちゃあるんだけど、ああいうの研究シーンとかなんですよね。うん、であとこれ使えるかどうかも実は分かんなくて、そのもらったとかその譲ってもらった時に、僕その子に本当はちょっとそこで教えてねって本当は言ってあったんですよ。その引き上げ、引き取りに行くときに、あー、ごめんなさい、電源落としちゃいました、200ボルト切っちゃいましたって言って やらせてもらえなかったんですよ。だから実は使えるかどうかも実は不明だったんですよね。うん、で今やっと使えるってことが分かった。めちゃくちゃ嬉しいです、ありがとうございます。一人でよくやれたなと思って、もう皆さんの本当おかげです、ありがとうございます。よかった。あ、リーリーさん、こんばんは、どうもです、こんばんはです。お久しぶり、爆死しケイケイさん、爆死しなくてよかったですいや、けどまあちょっと、まあなおかつ、あれ、ガスとかってあるなしってどうやってやればわかるのかなとかさ、なんかわからんとこもまだまだいっぱいあるんですよね。うん、あ、けどよかった。で、あとスルメはあぶれますね、サツさん。スルメあぶれますね。あ、これちょっと皆さんにお伺いしたんですけど、そのあ、ウムはケーキで確認。あ、ということはあのケーキ、あのケーキ動いてなかったんで壊れてますね。ゴミが入っとったんですよね。あ、ちょっと見てください。これ今動い、これなんですけど、ずっとゼロなんですよね。これってもしそこをひねったらここ動かなかんすよね。ちょっとひねってみますか。あれ、また怖いな、これ。
ください。ここひねったらこのケーキ動かなかんすよね多分。オープン。全く何にも動かんすもんね。怖い、閉めよう。よし、キュッと閉めとかなかん。これこれが動くってこと、動い、これが多分ならなかんすよね、多分ね。じゃあこれ入ってるか入ってないかわかんないですもんね。壊れてますね。やっぱりそうですよね。そうか、じゃあちょっとあの辺もケーキ圧力の残量チェック、2つのケーキが、そういうのって後付けみたいな感じでつけれるんですかね、その後、今から僕がまあ改造じゃないけど、はあ、ちょっといろいろ難しいな、けど難しいな。けどちょっと夢が広がりました。まずはこれなんですけどね。あれ、まずはこれですけどね。言い訳ライブって言われてたんですけど、まあ現実逃避ライブに今なっちゃってますね。現実逃避ライブになっちゃってますね。基本圧力系とホースバラ売りですから、圧力系とホースは、あー、そういうことだ。多分壊れてる。佐藤さん、そうですよね、壊れてます。だってひねっても、ね、あのメーターはね、今日は一度も動いてないし、こう反応してないし、絶対あそこについてるってことは多分何かガス関係で、よかった、今日はいいことがあったけど作業をサボってるんですよね、実は。この木に新しくした方が良いですね。丸本チャンネルさん、この木に新しくした方が良いですね。そうです、そうですね。ちょっと、もうちょっと今日は本当に、突発的にやっちゃって、あれだったんですけど、もうちょっと調べて、もう今日だいぶ分かったんで、具体的に。コンセントの場所とかも全然分かんなくて、ちょっとすごくご迷惑をおかけしたんですけど、なんでちょっといろいろやっていきたいと思います。で、今からもちょっと動画撮ったりとかしてっていうことで、そろそろライブ終わりましょうかね。だいぶもう遅くなる。皆さん明日とかの仕事ですかね。はい、本日は本当にありがとうございました。はい、じゃあこれぐらいでライブを終わらさせていただきます。まあ感謝します、本当にありがとうございました。本当に僕こんなことができるとは思ってもなくて、ずっとあるだけで、はい、ありがとうございました。じゃあこれで本日ライブ終わりますね。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございました。失礼します。